ハールデンブルームシアター山頂まであと少し。登山なんて一体何年ぶりだろう。父さんが元気で、そう、私がまだ学生だった頃だから、もう35年近く前か。そうだよ、最後の登山もここだった。私たちにとって山といえば、いつだってこの秀彦山を指してたんだよね。いつ来たってやることは同じ。山頂ではお参りをして。ふざけんなよ、こんなバカ旦那。守れない約束なら最初からするなっつうの。バカ、展望台から思いの丈を全力でぶちまける。あー、一緒、全部一緒、あの頃と同じことしてる。この景色も同じ、気持ちいいのも同じ。はー、同じ、うん、これは少し違うかもしれない。ちょっと来ない間にここも随分変わったよね。スロープカーだっけ、あんなの昔はなかったし、休憩所だって随分きれいになってた。それに何より、あ、まただ。まさかこんな山のてっぺんで携帯がつながるだなんて。今は声なんて聞きたくない。私の名前と同じ晴れ渡った山の香り、この中に包まれて、たまりにたまったイライラを存分にデトックスするのが。ん？嘘？雨？雨女と雨男。作、岩本教次。山の天気は、ああ、むかつく。災難でしたね。よかったらどうぞこれ。声のする方を振り返る。どうもこの休憩所には先客がいたようだ。30代半ばだろうか、使い込んだリュックに今時なかなか見かけられないような大きなフレームの黒縁メガネの男性が気さくに手ぬぐいを差し出してくる。まだ使ってないから綺麗ですよ。あ、ありがとうございます。黒縁メガネの彼から手ぬぐいを受け取る。ずぶ濡れになった頭を拭きながら、もう一度彼の方を見張る。何も黒縁メガネだけじゃない。服装も雰囲気もどこか古臭いというか、悪く言ってしまえばダサ。どうかしましたか？いや、いや、何でもないです。どうもありがとうございました。いえいえ。あ、これ食べます？これボンタン飴。ええ、お嫌いですか？いえ、なんか久しぶりに見たなって。いただきます。女性一人で山登りですか？まあ、ここを登り慣れてますから。本当ですか？
にしてもまた随分早い時間から。朝一の飛行機で東京から来て、そのままここだったもので。なるほど、道理で方言がないと。実は私も東京なんですよ。そうなんですか。はい、妻が出産でこっちの実家に戻ってまして、久々に私も。で、まあ安産祈願がてらと言いますか。わざわざ山頂までお参りに、奥さんのために。なんか偉いですね。とんでもない。あなたはお参りは済ませました。あと展望台も。ああ、あそこ私も好きです。この時間だと人もあまりいないから、大声で叫ぶと実に気持ちがいい。え？叫ぶ？はい、大声で思いの丈を。へえ、いるもんなんですね、同じようなことする人って。というと、あなたも大声を？まあ、うさばらしっていうか。はい？昔から父に言われてたんです。ここの神様はお前にとって特別なんだ。だからお参りした後は思ってることを包み隠さず全部吐き出して神様に聞いてもらいなさいって。それでさっきまで山頂で叫んでました。旦那の悪口。悪口ですか。はい。そうだ、後で爪の赤もらっていいですか。爪の赤？冗談です。でもうちのにも見習わせたいんですよ。うちは私が妊娠した時も安産祈願なんてしてくれなかったんですから。そうですか。結婚するまでは過保護なくらいだったのに、今じゃことあるごとに仕事が忙しいだなんだって、そればっかり。平気で約束だって破るし。約束ですか。父の七回忌法要があるんです。だから絶対に仕事は入れないでって言ってたのに。頭に来たから置き手紙残して一人で帰ってきちゃいました。だから朝一で。でもここに来て分かりました。結局はこの山と一緒なんです。あの人も多分私も変わらないと思ってても、実はいろいろ変わっちゃってるっていうか。なるほど。いやはや実に耳が痛い。え？私も同じようなものですよ。昔と比べれば良くも悪くもいろいろと変わってしまった。ただですね、旦那さんを少し擁護するならば、私なんかからすると女の人だってなんというか、まるで山の天気のように思える。変わりやすいってことですか。はい。なんで急に怒られたのかわからないことの実に多い。それは気づかない方が鈍感なんです、そもそも。ですよね。確かにその通りだ。でもそれでいいんです。喧嘩もたくさんしたらいい。ほら、おっしゃったでしょ、旦那さんはまるでこの山だと。それが何か。秀彦山に何度も登っておられるならきっとご存知のはずだ。雨が降った後のこの山の実に美しいの。それ、私は雨上がりの景色が一番好きなんです。美しい陽光に照らされる濡れた山の緑、辺りに漂うかすかな雨の香り、そう、優しい晴れの香りに包まれた景色とでも言うんですかね。夫婦ってのはそうやって共に美しい景色を作り楽しんでいくものなんじゃないかって。男の勝手な言い訳です。そのにしても雨なかなか止まないですね。まいった。待ってください、携帯で天気予報でも。あれ、電波入らない。あ、どうしました。やっぱり変わりやすい。雨止んだみたいですね。本当だ。では私は妻の空模様が変わる前に帰るとします。すみません、
無駄話に付き合わせてしまって。待ってください、その元気な赤ちゃん生まれるといいですね。はい、いつか子供が大きくなったら一緒に山登りしようと思ってるんですよ。子供にとっちゃ迷惑かもしれないですがね。黒縁メガネの彼はにこやかに会釈をするとそのまま外に出て行った。気のせいだろうか、心なし彼の進む先がいつもよりずっと綺麗な陽光に包まれているように見えたのは、ふとさっきまで彼の腰掛けていた場所に目を落とす。そこには箱のまま置き忘れられたボンタン飴。忘れたんだ、まだ間に合うだろうか。私が外に出た瞬間、あたりは土砂降りの雨に包まれた。天気が変わりやすいにしてもあまりすぎる。まるでさっきからずっと降り続けていたような、晴れていたのは幻か何かだったような激しい雨。あれ、なんか入るの？もしもし。お、はるか、よかった、出てくれたんだ。え、みつるさん、なんで？だってこれお母さんの携帯番号。今はるかの実家にいるんだ。何度も電話したけど出てもらえなかったから、ごめん、お母さんの携帯を借りて。は？実家ってどういうこと？そりゃあこっちのセリフだよ。あんなドラマみたいな置き手紙残して。だってそれはそっちの。悪かった、確かに今回俺が完全に悪いと思ってる。だから、いや、だって仕事は？俺はどうにか都合をつけてきた。そんな簡単に都合をつくものなの？簡単なものか、無理やりだ。大丈夫なの？まあ大丈夫かと言われれば、まあそれは遥が気にすることじゃないだろう。いや、無理してくれたのはありがたいけどさ、でもそれで仕事に影響出たら。だからそれは遥には関係があります。何それ、イライラする。またそれか、最近お前イライラしすぎじゃないのか。誰のせいよ。俺って言いたいんだろう、まあ多少はなくもないだろうけど、そうじゃなくて他の原因もあるんじゃないか。このなんていうか、俺、はい、言わせるなよ、心当たりあるだろう。どうなんだ、体調の変化とか。何の話？もう、あ、そうだ。なんだ、どうした？何でもない、こっちの話。なんだそれ、何でもないって、なんか食いながら話してんのか。え、ボンタン飴だけど。ボンタン飴、なんだ、はるかも好きだったのか。え、さっきまで子供の頃のはるかの写真見せられたんだ。お母さん、俺がお父さんの若い頃にそっくりだって言うんだ。大きな黒縁メガネでニコニコしてさ、はるかと二人で山登りしてるって写真たくさんあった。お父さんいつも手にボンタン飴持ってたぞ。好物だったから今でもたまに仏壇に備えるんだってよ。待って、そうだ、私やっぱりあの人。でもなんで、どうして。あるか、ね、お母さんにもお写真片付けないでって言っておいて、絶対だよ。どうしたんだよ急に。急じゃないの、これだから男は。あ、雨止んでる。なんなんだ、さっきからコロ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 と。え、そうか、うん、そうだね。じゃあこれでいいんだよ。いい？何が？だからこういうのも含めて私たちっていうか、だからさ、これからも仲良く喧嘩しよう。はあ、なんだそりゃ。とにかくすぐ帰るから待ってて。雨上がりの秀彦山、本当だ、すごく綺麗。
私も大好き。雨女と雨男。作岩本憲次。ただいまの出演、伊原遥か、鈴木静子、伊原満、浅田直哉。登山客、矢田忠介。以上の皆さんでお送りしました。